最初のノビコ君が珍しく 9.450 という得点でした、跳馬。さて、ハリコフ。今日は床で10点満点を出しています。跳馬はラスト。最も得点をチームリーダーから期待されています、ハリコフ。あ、3回中ですね。3回。着地も決まりました。これは素晴らしい技。今大会この技も初めてですね。イスケンさん、今まで見たことありますか？はい、去年のドイツでですね、レーテベポカールという試合がありまして、それで3回宙返りました。跳馬の3回宙返り、相当この着手、突き手が強くないといけませんね。そうですね。しかも着地がまずまずですよね。はい、うわあ、すごい集中です。そうですね、手をついてここで1回2回そしてもう1回ここですね、3回と。9.950 です。すごいですね、跳馬の3回宙返りで 9.95、まあ、価値はあると思いますよ。そうですね、はい、ハリコフが 9.95、 ゴゴラーゼ 9.85、 アルチモフ 9.80、 ビロゼルチェフ 9.80、 リューキン 9.90、 ノビコフが 9.45 でした。